안녕하세요, 가을입니다. 하이, 되고 전에 혼데 요구행가 니코나한테 노가가 놀고짜도 今まで本でが9番出口から出て右側の方に曲がって、ここ10分こりからずっとこう駐車場通りの方に行くっていうね、動画を撮ってたんですけど、 実はこの反対側の方がスタイルナンダだったりチューだったり、ちょっとブランドものがある通りがあるんですけど、そっち側に行くと年齢層的に20代後半から30代まで着れるような洋服、ちょっと切れ目の洋服が集まってる通りがあるので、今日はね、そこをちょっと紹介していきたいと思います。やっぱり年齢層が上がる分ちょっと 値段も上がっちゃうんですけど、お姉様方の年まで着れるということでね、ちょっと紹介していきたいと思います。出口はね、同じ9番出口から出ていただいて、その出口からロータリーにぶつかったら右じゃなくて左に曲がってください。はい。でね、紹介していきたいと思います。GO! 9番出口から出てロータリーぶつかって左に曲がってくると、これね、セブンイレブンがあるので、セブンイレブンとチュロスのお店の間を行きます。で、こっちの通りにはこうやってね、カフェがあったりとか、他の食べ物屋さんちょっとあったりとかするんでね、またちょっと違った雰囲気の本店です。 こういうちょっと綺麗めな感じです。あっちではマフラーが1000円とか500円とかで売ってたの、ここはちょっと質が良くなって1500円とか。でもこれワンプラスワンで1500円だ。まあちょっとかなり触った感じ質がいいです。全然違う、さっきのホンデと1600円ぐらいです。なんかちょっと質がかなりいい、気持ちいい。2万ウォンとかね、 かなり質が厚くなっていい。こういう感じのお姉様が着るような、これニットワンピースが3万ウォンから4000ウォン、これこういう普通のニットが1万5000ウォンか2900ウォン、2万9000ウォンで、普通のバックスティーも、あっちの方では 1000円で来たけど、ここは1500円ぐらいか、2500円ぐらい、ちょっと生地が厚くなった感じかな、しっかりして。なんか洗濯しても寄れない感じの生地です。なんかあっちは結構道端で打つだけど、こっちはお店を構えてるって感じかな。こっち歩いてる人もね、ちょっと年齢層がさっきの学生よりもちょっと上がる感じです。 セーターとかだと現金で2万ウォンで、かなりね厚めのしっかりしたセーターです。こういうかおしゃれ、かわいい。2万ウォンだって、セットなんだ。かわいいね、セットで2万ウォン。 値段高いじゃない。
3만원이래 패딩가 3만원 3000円ぐらい 安い ショート패딩 あ、そこちょっと入りやすそう あ、しかもここ 1万 ワンプラスワンだって 万ウォンだってよ ニットが万ウォン ワンピースが 1900円 これは 1500円 だ ワンプラスワンじゃないね なんか、安いなって感じ ここもずっとね 洋服屋さんではある あ、マーケット A だ マーケット A も結構可愛いの あった気がする。パンモーター。1600円でも私こういう帽子あんま似合わないから。ニット帽は1600円。これ可愛いんだけど。 29000ウォンだって 29000ウォンだったら ちょっとあれだな。 こういうシンプルなのめっちゃ可愛いわ。え、これ可愛い。シャツにニット。うわ、めっちゃ派手なんだけど。あ、可愛いな。セール。あ、こういうの超可愛い。身長が高かったら着たい洋服。 って感じ、私も。はい。で、ここ、なんかカラフルな建物というか、このコマで来たら、右に、左に曲がると、スタイルナンダが、あります。で、スタイルナンダの行く道の左側には、サンデイズっていうちょっとブリンブリンな感じの洋服屋さんがあって、 個性的な洋服屋さんもある。で、これがスタイルナンダの本出店です。1階に3Cの化粧品とかが入ってて、まあ、1階の半分と2階が洋服売ってます。で、3階がピンクプールカフェって、前私が紹介したカフェになります。このスタイルナンダの向かい側がチューです、チュー。 ここで可愛い写真彼氏と撮ってみてください。明日がチューのマイナス5キロジーンズで、上がチューの普通の洋服売ってんだ。頑張れ皆さん。どういうこと？見て。頑張れ皆さん。<笑>まあね、はい。こんな感じ、ちょっとお店の中とかはちょっと、 ずかずか入っていけなかったんですけど、まあね、本でのそのいつも行ってる通りよりも 1.5倍ぐらい高いって思ったらいいかな。うん、でも確実に、生地とかは全然違う感じで、ただのロンティーとかセーターとかも結構厚手の生地が多くなります。だからちょっと 20代後半30代にかけて、なんかこう長く1枚を着たいとか、ちょっとおしゃれ系な、 ちょっと、こっち側のね、洋服のお店は、こっち側のお店の洋服はおすすめです。で、ここにスタイルナンダがあるから、多分ね、日本人のスタイルナンダファンとか、チューの、服が好きな子は、こう通ったことあると思うんですけど、もしね、そんなにこっちのこと知らない人がいたら、ぜひ一回通ってみるのもいいと思います。まあ、本での方を見て、 あ、なんかちょっと生地微妙だなと思ったらこっち見てちょっと触ってみたりとかして、まあ、触っちゃいけない服もありますけど、まあ、元ネタはね、ちょっと高いものもあると思うんですけど、セールになってるものを狙っていけばね、そこまで高くないのもたくさん手に入ると思うので、ぜひこっち側もチェックしてみてください。で、おしゃれなカフェだったりとかがね、2階にあったり、あとは地下にあったり、ちょっとね、見えづらいところにおしゃれなカフェも隠れたりとかするので、
ぜひそういうカフェも探してみながら、はい、楽しんでみてください。ちなみに私いつも履いてるジーンズはチューンのマイナス5キロジーンズです。ということでね、こっち側はね、結構お店をちゃんと構えてるところが多くて、撮影に入りづらかった部分もあったんで、ちょっと中まで入れなかったんですけど、まあ感じだけ掴んでいただけたらいいと思います。それでは今回の動画は本でのちょっと大人め洋服の紹介でした。それではこの動画お役に立ちましたら高評価とチャンネル登録お願いします。それからコメントも全て読んでおりますので、コメントもぜひよろしくお願いします。概要欄にも、ね、追加情報やいろいろ書いてありますので、概要欄のチェックもぜひお願いいたします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。クラミャオヌルニョギタチ終わり。